どうもこなまるです北野ですなんか最近もうちょっと暑くなったりしてきたじゃんだからさなんか冷やし中華とかさなんかそういうの結構スーパーで売ってないえー、でもあんま意識してないかもあ,あんまり食べないそも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 あんま食べないかもあっほんといや私さ冷やし中華めっちゃ好きなんだけど今年、うん、冷やし中華売り場にあの冷麺のなんか売ってて盛岡冷麺の なんかセットみたいなの売っててなんかそれ今めちゃくちゃハマっとってさ美味しいいやそういやそうなん <laughs> 美味しいからねめちゃくちゃハマっとる <laughs> そう美味しくてなんか酸っぱいのすごい好きなんねん私ああそうだねそうだからね今4袋ぐらい一気に買っとって <laughs> すごいハマってんじゃんいやそうそうそうなんかねいいよで冷麺美味しいなみたいなあーでも冷麺は好きだよ本当になんか焼肉屋とか行ったら絶対頼むみたいな うんうん。ね。でも、うん、なんか盛岡冷麺ってちょっと確か違うよね。普通の韓国冷麺と。あ、そうなんだ。なんかね、うん、忘れたけど、確か韓国のって蕎麦そば粉みたいな、なんかちょっと違うあれが入っとるんよね。うん、で、多分麺の感じの太さも多分違うはずないんよ。うん。なんかあんま詳しくはないんだけど、私が食べてるのがとりあえず今盛岡冷麺で、めちゃ美味しいっていう。あ、でも通常の焼肉屋さんとかで出されるのは盛岡冷麺らしいよ。あ、そうなんだ。 そっか、うん、私なんか韓国冷麺も食べたことあるんですごい細いんよあーでも確かにそばっぽい色味だよね色味っていうか、うん、そう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 <ー>確かにそれもあるねうんうんうんそうそうそうあだからそれが好きっていう話でもさこの丸さ本当と冷、まあ、麺に限らずだけどさなんか麺とか好きだよね本当に。にんかなんか最近ご飯お米すごい 下火で私の中で <laughs> 私の中の今下火なんで別に好きなんだけどに下火とかある米下火なんな私今 <laughs> だから小麦とかそういうあれになっててあんま体にいいかつてよく分かんないけど、うん、なんかね今そっちの花ラーメンはあの簡単だから作ってるだけ別にすごい好きなわけではない、うん、すごい麺に詳しくてなんか前さすごい教えてもらったなと思って、うん、ああいや簡単だからね 簡単で美味しいからね。<laughs> もちろん。あ,<ー>あと、<米>下火だから米が。いや、米下火ってどういうこと。<laughs> なんか、いや、そうだ、美味しいんだけど。なんか米あんま、そうの下火ないよね。<laughs> 全然伝わらん、ね。<laughs> 米は定番だから、麺と一緒で。<laughs> なんか炊くのも面倒くさい、後。ああ、まあ、しかも、暑いしね、なんか夏だから。なんか。いや、なんか冬も下火だった。だから下火だ、私。<laughs> <laughs> いやって表現が面白すぎる <laughs> じゃあ今日は日経クロストレンドの社長の記事が面白かったのでそちらの話をしていきますで今回の記事はま k、あ、y イイ−イ i b e f i r ストとマーゼルのリリースを振り返るっていうところで b、まあ、ファーストがねサードシングル「スマイルアゲインがリリースしたりとかあのマーゼルは「v、まあ、ビビットでデビューしたりとか、まあ、ちょうどね同じ時期で2グループが曲をリリースしてっていうところでそこを振り返る記事だったねうん じゃ記事では、まずはビーファーストのところに触れてて、ビ、ま、ー、あ、ファーストはね、まあ、デビュー以来ギフテッド、バイグッ o イ、スクリーム、ブンブンバックと、まあ、1年半の間に4曲、まあ、ビルボで1位取ってきたっていう話で、今回のスマイルアゲンが惜しくもね、y o a さんのアイドルがまあ1位だったからっていうところで、バイグッパ d よりも高い数字だったんだけど、まあ、惜しくもみたいなところだったんだよね。あー、そうだね。まあ、こればっかりはね、みたいなところあるよね。うーん、いや、そうそうそう。 でもすごいねだから2023年現時点での年間チャートの総合ポイントだと、まあ、1位と2位がアイドルで3位がスマイルアゲンということだから水準的にはめちゃくちゃ高いみたいなだからその週だけなんかすごかったんでしょ <laughs> つまりいろいろそうだねだからもう通常の週だったら全然1位のポイントなのにまあアイドルがいたことによってみたいな感じなのかなうん,うんまあだから まあ私あんまり詳しくはないけどアーキテクでこう会ってみたいなあれだよねなんか頑張ろうみたいなそのいろいろストリーミングとかね込みでなんかそういうあれだったよね確かそうだねそっかでもなんかこういうさ話をさなんかちゃんとしてくれてるのがめっちゃ社長って感じするねああそうだねなんか包み隠さずっていうかザックバランっていうかなんかなのねもう全部教えてくれるもんねうーんまあでもあれだよねなんかさ例えばその 社長のこうアーキテクでこう言ったことでなんかみんなで頑張ろうみたいなさなんか、うん、そういうのって結構思い出に残ったりするからなんかそのベスティさん的には結構楽しかったりしたのかなと思ったりああそうだねなんかちょうどその社長が言ったであろう日とかさすごいトレンドとかにも入っててもちろんね我々アーキテク入ってないからねどういうこと言ったかって詳しいとこは分かんないけどなんかその一丸となって盛り上がってる感じとか 例えばダウンロードしようとかストリーミング回そう MV 回そうみたいなとかはすごいねなんかあのあの,あの期間すごかったからねうんなんか結果としてすごいなんか糧になりそうだよねそうだねなんかこれもなんか BE:FIRST の一つのストーリーって感じだよねかうのずっと1位取り続けてたけど、まあ、1回さちょっと1位取れないっていうのもそれもまたなんかやっぱり 今後さ上がってく、ね、どんどんさ駆け上がっていく上でのなんかいいなんかストーリーになりそうだなってすごい思ううんうんうんまあだしなんかその結局ビーファーストがすごいのに変わりないしねねまあこれ皆さんも周知の事実だろうし、うん、なんか社長がすごい、ね、本当にめちゃくちゃそれに固執してるわけでも別にいないからさで、まあつまあ、続いてはマーゼルの話してて、まあ、予想以上のね予想以上の成長曲線を見せているマーゼルってところで、まあ、マーゼルもねビビットがビルボーの チャートで4位とか、まあ、シリトラジオで1位獲得したりとか、まあ、ラジオのね、リクエストオンエアとか伸ばしてるみたいな、どんどん結構楽曲的にすごい話題になってて、じわじわ来てるみたいなね。そうだね。音源がすごいやっぱいいから、それでどんどんなんか広がってってるっていうことだもんね。まあ、そうだね。そもそもまあ、その、まあ、過去のさ、インタビューでも b ーファーストとマズラ違うやり方を取るって、まあ、言ってたやつらしいから、 まあ今回のこの出足はどう捉えてるのかみたいなところで言うと、まあ、社長の中では結構、まあ、ざっくりとしたこう見た感じだともう成功だし、まあ、この感じで進んでいくっていう感じだねうんそうだねなんか手応えめっちゃ感じてる感じだねうんでやっぱそこですごいいいのがさやっぱ何よりもやっぱ今のマーセルのメンバーが集まった時の空気感がすごくいいって社長言っててうんうんうん,、うん、なんかでもそれすごいわかるよねね なんか嫌な空気流れた感じはまあんま分からんもんね <laughs> 想像できんっていうか <laughs> なんならそうだねだからまあ今後のね具体的に今後のね成長幅とか成長速度を考えてもすごくいい期待できる状態だって言ってるから多分このままどんどん進んでいってほしいこの空気感だったら絶対もっとね成長できるって思ってるってことだねあとさあれ社長がさそのマーゼル見てさ感じたやつでさ そのやっぱ仲いいグループは伸びるっていうところについてちょっとも話してるじゃん。なんか社長に言われると、だよねみたいなさ、<laughs> そうだよねみたいな。<laughs> なんかね、やっぱこう改めて言葉にしてくれるからさ、なんかやっぱりそうなんだっていうのもまあそうだし、うん、ね、なんかそれってすごい大切なんだなってこう思わされるよね。そうだね、わかる。なんかビーファーストマズルだけじゃなくて、ね、我々がさ、他にもさ、その結構、 見たりしてるグループとかもいっぱいあるけど確かになんか色々当てはめて考えても確かになって思うよねいやそう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 、まあ、それがパフォーマンスにどんどん現れてるってことなんかなまどんどん良くなってるって言ってるもんねマゼルがね でもなんかそこでやっぱ思ったのがその社長がねまたこうも言ってて世の中残念ながら練習すればそれだけ伸びるわけではありませんって言っててなんかそれもすごいなって確かになんかまとえてるなみたいな <laughs> 誰のこと言ってんの社長 <laughs> そうそうそうでもそれってやっぱり結局さその技術だけじゃない部分が関係してるってことだよねやっぱその伸びる伸び伸び,る伸びないっていうところはうんそうだねいやそういうことだね本当にその 練習の取り組み方とかね、意外と仲いい大切みたいな。まあ、そういうとこに現れるのはわかるっちゃわかる。なんか結局仲悪かったらさ、うん、なんか、本当に自分がやりたいことだけど、あの人がいるから今日はやめとこうとかさ。<laughs> 何それ<ー>そういうなんかさ、まあこれが極端かもしれんけど、なんかそういうのあったりしなくもないと思うよね。 そうだねあとはなんかちょっと想像したのは例えば練習ガッてさみんなでしててでもそのちょっと休憩5分休憩しますみたいな時にその仲悪かったら話したくないじゃん,うん、うん、その休憩の時にでもそこがちょっと談笑とかできる仲のよ仲良くてそこでちょっと息抜きできるとまた次のその5休憩後の練習も変わったりしそうじゃんああそうだねモチベーションが高く集中してできたりするもんねうん、うん、そうそうそう休憩もさ仲悪いと息抜きできないみたいなさ 確かになんかさ、オーディションいろいろ見てるとさ、ある、例えばある練習生がすごいなんか、仲悪いっていうか、ちょっとモチベーションが下がった状態でもう全てが自暴自棄みたいな人とかもたまにいるじゃん。<laughs> なんか俺どうせ、うん、落ちるしみたいなさ、俺どうせ落ちるしみたいな。うん、なんかそういうさ、結局そういうのとちょっと近いのかなみたいな。ああ、そうだね。なんか落ちるしの人はさ、 ちょっとも結局モチベーションが下がってて自分に自信がないような感じになってる人ってさ、うん、ほんといい影響を与えないじゃんなんかほんと周りもめちゃくちゃ気遣うしそうだねそう練習もやっぱこう身にならないからなんか全体の完成度も下がるしみたいなうんああよくないねわかるそうだねそうだ確かにオーディションとか見ててもそうだねいい雰囲気のチームってやっぱステージもいいことが多いもんね いや、結局そうな、なんか、ね、うん、そうなるよね、本当に。でももうやっぱりさ、マーゼでさ、デビュー前ほどたっぷり練習時間取れてるわけじゃないって言ってるから、やっぱりこうデビューしてるから、うん、もういろんな仕事がさ、こう舞い込んできて、もちろんそのショーケースとかもあったしさ、なんか、だから、本当限られた時間の中で、どんどん精度の高い練習したりとかさ、なんか意識を変えてってとかさ、いろいろやってるんだなっていうのがこういうの伝わるね。 でやっぱその時間がない中。でも結局はそのやっぱメディアに出ることも増えるからまあ、映る見られるという意識が芽生えたから、まあ、さらになかなんて言うんだろう。成長スピード見せてるって言ってるから、うん、やっぱりなんかその見られるって大事なんだね。確かにね。いやそうだね。勉強になります。そうだね。 <laughs> 確かにだってあの前のさ日経とのインタビューとかもそうだけどその例えば生徒君が、まあ、デビューに向けてさ、まあ、ダイエット、まあ、ダイエットって言い方あれだけど、まあ、結構体をさ絞ったみたいな話もあったからやっぱりそういうのにもどんどんいい影響とかどんどんねなんかあれしてくるもんね作用する作用するっていうかさしかもなんかちょっと私はダンスやってないからからないけどその、まあ、絞り方によると思うけどその体をさ絞ることによってダンスがすごいやっぱ綺麗に見えたり。 より力強く踊れたりとか、まあ、結構聞く話だよねこれはそうだねやっぱ体軽くなるもんねそう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 なんか JYP とかめちゃくちゃ厳しいからさ <laughs> JYP <laughs>、うん、で、まあ、さっきの話にもさつながってくるんだけどあとはそのマーゼル自身がすごいワクワクし続けてるし続けてくれてるからなんかおのずとワクワクした空気感が漂って周囲に漂ってるグループになるっていうねてる方はそうした空気感に引きつけらられるから それはこれからも彼ら自身が育てて育てていくポイントだって言っ言るねうん確かにね結局意外と伝わったりするもんだしねそのなんかいいなみたいなさなんかそういうのって、うん、この見てる方も分かるから意外と分かるからギスギスしてたらなんか辛いもんねだってさうちらって結局さこのアーティスト何で見てるかってさいろいろあると思うけどやっぱり何かしら癒しを求めてるわけじゃないですか <laughs> 皆様に。そう,だね、うん、うん ね癒し求めてねのにギスギスしたみたいなことなんやこれってなるもんねでもじゃあなんで M ネ好きなんて話なんだけど <laughs> それとこれは別でも M ネのギスギスはなんていうの番組側が,が番組側が仕掛けたギスギスだからなんていう,うんだろうメンバー感っていうかその練習生感はそこまでまある時はあるけどさ、うんうんま、それもオーディションだからまああれだよねうんうん 癒やし求めてギスギスなんでギスギスつらいよねと思ったらほんと M ネギスギスだけどまあ違うよね M ネが仕掛けてるからこそみたいなすごい環境が劣悪とかさ <laughs> いいのそれで,、うん、<laughs> でもほら今回の例えはさやっぱりその、まあ、デ,ビューデビュー組っていうか結成された後のグループはやっぱりいい雰囲気が一番いいから確かに分かるわかそうだわそうだ なんかそれはすっごいわかる。なんかそういう空気感っていうか、俺結局その歌とかパフォーマンスとかも好きだけど、結局そのメンバー間のわちゃわちゃとか、関係性がすごい好きなポイントだったりもするから、推してるグループって。うんうんう,んうん、うん。そういうのめっちゃ大事だよね。確かに、キータロさんなんなら結構優しい目のグループ好きだよね、その性格が。ああ、そうだね。優しいとか、まあ、人がいいとか仲いいとかそういう感じだね。 うん、やっぱそういう要因の一つでもあるんだね、うん、で、まあ、その社長はねもう現時点でマーゼルにはその空気感があるから非常にいいことと捉えてるとで、まあ、社長はね最後にねその BMS 事業を立ち上げて最初のプロジェクトから生まれた、まあ、b e f i r ストのデビュー時とはいろいろ会社の状況とかも違うから、まあ、マーゼルにねマーゼルのデビュー時に求める数値的な目標とかもまあ今はまた違うと。 b ファーストののはまはあ、毎日が倒産をかけた勝負でしたからっていうのがすごいなんかもうリアルだよね。ねえなんかここら辺がマジでベスティさんめちゃくちゃ、うん、あそうだったんだって言ってらっしゃる方本当多くてツイッターとかでねえなんかその毎日が倒産をかけた勝負まあだからシングル出して外れたらもう俺たちは終わりだみたいなそういう気持ちだったってことでしょうんそうだね。 そうだよねしかもほらやっぱそのオーディション自体にもすごいさ1億円以上投じてるわけで、まあ、その回収ね、まあ、そういうところもあるしマイナスからのスタートってことだもんね。うん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 。<laughs> そっか,だか結構ね本当その時はいろんな常に危機感があってみたいな本当限られた中で危機感を持ってやってたっていう。 なんかすごいさ大切な時期なんだろうこれがあったからこそみたいなさそういう時期なんだろうけどでもかといってもう一回できますかって言うだから嫌ですってなるよね、うん、<laughs> 本当にそうだろうね多分振り返ってさしかも成功したからこそさなんかいい思い出になるとは思うけど、うん、確かにもう一回体験って絶対無理だよねだってお金の心配なんて一番したくなくない <laughs> 本当にいやわかるわかる、うん しかもそれが会社でしかも自分と関わる人が増えていけば増えていくほどめちゃくちゃプレッシャーだろうからさすごいよね。うん、いやすっ、ねえーえー、てかなんかそう考えるとさなんかその最初の頃あんまりさあの我々追ってない時だけどなんか話としてはさ知ってるのが例えばクラウドファンディングしてたりとかしてたじゃん。うううんうん、うん、うん、だからそういうのもさ例えば別イさん最初から追ってる別イさんとかはさなんて言うんだろうもう一緒に会社作り上げたみたいな感覚なのかもしれないね。 ああ、そうだね。株券が発行されない株主みたいなもんだよね。<laughs> んう,うん。ね。そう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 。まあ、一応、それがグッズとかね、そういう、なんか、いろんな形として、あれだと。うん、あれだけど。そう。うん、なんか、だからこそ、なんか、この。B. M. S. G. の、この、なんていうんだろう、家族感っていうか、なんていうんだろう。なんか、結構結束強いじゃん、やっぱり、会社とさ、ファンの方と。う,ん、うん、っていうのにつながってんのかなって思うよね。うん、確かにね。その下地があるからこそ、みたいな。 い発展もしててっったっていう、うん、ビーバーストの成功があったからこそマーゼルではこういう売り出し方ができるみたいな感じなのかマーゼルもねそのショーケースあった後、ね、あのファミツアーだっけね絶 p で開催されるやつあるからなんかまた確かに違うなって気がするよねそのライブハウスっぽいっていうか最初から距離が割と近めでみたいな感じのところからスタートっていうのはほ、うんと 着々とどんどん少しずつ大きくなるよみたいな積み重ねでガッツ、うん、積み重ねで大きくなるよっていう感じのグループなんだなっていうのがなんとなく分かるねああそうだね、うん、だからそういうところとかも結構意図的にねちょっとやり方とか変えたりとか試したりしてるんかねうんそっかだから社長が最後にねマーゼルの場合は b ーフ i r の存在があるからこそまあ彼らの挑戦,挑戦できる幅も広がってくると言っているね、うん、確かにね なんかいいね、うん、なんかいい関係性っていうかそのグループ感もさどっちがどっちとかじゃなくて結局なんていうんだろう b e f i r ストがあったからこそさそのマーゼルの活動の幅も広がるしだし、まあ、今後さそのマーゼルがいたからこそ b ーファーストの何々がとかさ例えばその刺激し合っていいさ高め合える存在としてマーゼルがいるからこそ BE:FIRST のさなんか幅も広がったりもするだろうしすごくいいなと思ったんよね。ね そうだねえ分かる分かるそのマず入ることによって俺らがちゃんとしなきゃみたいな,なんかそういうさ自立心みたいなのもより芽生えそうな気がするよね。あー確かにね。うん確かにね。てかすごいねよく考えればさ会社でこの2グループがいますよっていうのをさでこういう売り出し方でとかさ結構やっぱ社長がこうやっていっぱい説明してるじゃんいろんなところでいろんなインタビュー社長ってさめちゃくちゃ受けてるからさ、ねうん、結構説明があるからなんか割とこう。 そのミューズもベスティーもこうバチバチみたいなあんまないくていいねああそうだね見ないかな私は、うん、そうだね確かにちゃんとさ曖昧な部分をさちゃんと言語化してくれるっていうかそのなんかもやっとしたことを残さな、ね、いしこりを残さないみたいな感じはあるかもねそうなんだから、うん、なんか説明してくれるってやっぱいいことなんだなと思ったしね、うん、なんかやっぱさファン ってさ、意外といる、ファンって結構いろんな人いるからさ、なんか場合によってはさ、こう、なんかパチパチするって、まあなくはないじゃんね。言ってしまえば。まあ、ゼロではないよね。うん、そうそうそう、ゼロベースワンだと思うんだけど、うん、なんか比較的穏やかな感じがするのも、やっぱこの社長の、こう、力量みたいな、うん、あるんだな、うん、あるんだろうな、みたいなね。で、以上でね、今回は、 日経クロストレンドの社長の記事スカイハイ、ビ b ファーストとマーゼルのリリースを振り返るっていうところの話をしてったけどまあねあの長い記事ではなかったけどやっぱ社長の口から語られることによっていろいろ分かることが増えてまたためになったねねなんか授業受けてるかのような,なんか学びがすごいんよね、うん、<laughs> いつもうんいやそうだね、まあ、だからさ BMSG のこれからが楽しみだよねそうだねホッホッ